安倍の生命はドーマンに対し自分の霊力の衰えを語る。それに対しドーマンは生命が欲しているものを呼び出すといい、俵の淘汰を呼び出し、二人は戦うことになる。生命が劣勢の中、突如居合わせたジライヤが暴れ出し淘汰を攻撃する。ガデを追った淘汰は生命に右腕を切られ敗北する。優雅をお市の方と望月千代が現れ、お市の方は記憶を失った優雅に対し忘れた大切なものを思い出させてやると言い、千代と優雅を脱婚の儀式として戦わせる。劣勢の優雅を救ったのは霧隠れ才蔵。しかしその才蔵を追う服部半蔵の出現で事態は混沌とする。前田刑事、棚田大輔も現れ混戦となる。多勢に無勢の刑事に対して大輔は才蔵を持って襲わせる。刑事が倒れ大輔によってとどめを刺されようとした時、ついに才蔵は大輔を攻撃し刑事を救おうとする。怒り狂った大輔に才蔵も倒されるが、鶴姫がこれを阻止。この修羅場に藤原の住友、村上武雄、久喜義孝、俵の淘汰が現れ魔界水軍の結成を告げる。半蔵は魔界水軍の出現を見て大輔と共に撤退を決断し戦場を離脱する。住友は鶴姫も魔界水軍に誘うが、鶴姫がこれを拒否したため実力行使に及ぶ。窮地の鶴姫を大堀康房、越智康成が救出に現れ、葵の出現もあり魔界水軍は去ってゆく。残された鶴姫と康成、康房であったが、鶴姫は康成のことを拒絶するのであった。